皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習の歴史第1回目は古代中国の文明についてお話します。皆さんの中に歴史が苦手、覚えられない、ね、そういう人いませんか？で、勉強するとき、とにかくたくさん覚えなきゃいけないと、覚えなきゃ覚えなきゃ、こんな勉強していませんか？実はね、そういう勉強方法だとなかなか覚えられないんですね。人間って一度に記憶できる数7つくらいだそうです。ですから7つよりたくさんのものを覚えようとしても忘れちゃうんですよね。ですから一度に覚える数、これを7つ以下に絞って覚えると頭に残りやすいんですね。でも7つっていうとこれ限界ですから大変です。そこでこの動画では1回に覚える項目を5つ程度に絞って覚えていきます。そうすると頭に残りやすくなります。では始めます。中国紀元前6000年頃から雄という小さな集落、ね、それがたくさんできていくんですね。これが都市として発達していきました。では陰に入りますね。陰です。紀元前1600年頃ですね。この頃黄河の流域に殷という国ができました。この殷という国、優れた青銅器の文化を持って漢字の元になった甲骨文字を使っていました。教科書にはちょっと長江のところにも流域にも文明が生まれたってありますけれどね、稲作を中心とした文明が生まれていたとありますけれど、これテストに出ません。なぜかってただあったというだけで内容書いてないでしょ。公立の試験、ね、公立の高校の試験ではやはり教科書に書いてあることが中心ですから、そんな書かれていない余分なことは覚えなくて構いません。では陰ですね。まとめると陰、紀元前1600年頃黄河の流域に生まれた、これが陰です。どんな文明？優れた青銅器という金属ですね、これを使った文化があって、漢字の元になった甲骨文字を使っていた。テストで出るとしたら紀元前1600年頃黄河の流域に生まれた国は何ですか？殷ですね。でどんな文明ですか？優れた青銅器の文化を持って甲骨文字という文字を使っていた。漢字の元になった文字は何ですかという質問だったら甲骨文字、こう答えればいいわけですよね。このようにどんな質問がされるかを想定して覚えていくとさらに頭に残りやすくなりますね。では次に行きます。孔子と儒教です。孔子と儒教、これ紀元前8世紀中国では春秋戦国時代という時代ですけど、この戦乱の世に孔子、この人が現れます。で、孔子の弟子たちが孔子の教え、これを論語という本にまとめます。そしてこの教えが儒教として朝鮮や日本に伝えられた、これを覚えてください。で、儒教を開いた人、儒教を説いた人は誰ですかと、孔子。孔子の教えのことを何て言いますか？儒教と、ね、こんな風に答えられるようにすればいいわけです。さらにちょっと前後しますけれど、インドでは釈迦、これが現れて仏教を開きました。仏教を開いた人は誰？釈迦って。釈迦が開いた宗教は何ですか？仏教と。こうやって質問と答え、自分で考えて覚えていくといいですね。そして真の始皇帝に移ります。この人出やすいですよね。1年生だとやっぱり真の始皇帝は定期テストに特に出やすいところですね。紀元前3世紀頃、秦の始皇帝が中国を統一しました。秦の始皇帝の秦というのは秦という国です。そして初代の皇帝だったので始皇帝と名乗りました。実際には皇帝と名乗っていたそうですけれど、後の人が初代皇帝と2代目3代目と分けるために始皇帝というふうに呼ぶようになったそうです。でもまあ覚えるのは秦の始皇帝が中国を統一した、中国を統一してできた国は何ですか？秦。
誰ですかだったら始皇帝、または秦の始皇帝と答えればいいわけですね。で、秦は北アジアの騎馬民族または遊牧民族、この侵入を防ぐために万里の長城の建設をしました。秦が騎馬民族の侵入を防ぐために作ったものは何ですか？万里の長城と。万里の長城は何のために、作られましたか？これは北アジアの騎馬民族の侵入を防ぐためと、こういうふうに答えられるように練習しましょう。さて最後漢です。秦の次に中国を支配したこの国は漢です。この時代には西アジアや、地中海と中国を結ぶシルクロードと呼ばれる道ができました。このシルクロードも、ね、よく出ますね。で、漢の時代にできた中国と地中海、西アジアを結ぶ道は何ですか？シルクロードと、こう答えればいいわけです。こうやって項目を絞ってその内容を覚えていくと、で質問を想定するという練習、これをしていきましょう。もう一度じゃあやっていきますね。陰のところからですね。紀元前1600年頃、黄河流域にできた、国は何ですか？陰。この陰はどんな国ですか？と。優れた青銅器の文化を持ち、甲骨文字という文字を使っていた。漢字の元になった文字は何ですか？甲骨文字。こうなりますね。次、孔子と儒教ですね。孔子の教えは後に何と呼ばれるようになりましたか？儒教。儒教を開いた人は誰ですか？儒教を説いた人は誰ですか？孔子と。インドで仏教を開いた人は誰ですか？釈迦。釈迦が開いた教えは何ですか？仏教。ね、宗教は何ですか？仏教と。秦の始皇帝では、紀元前3世紀、中国を統一した人物は誰ですか？秦の始皇帝と。ね。秦が北方の北アジアの遊牧民族の侵入を防ぐために作ったものは何ですか？これですね。万里の長城。万里の長城は何のために作られましたか？秦が北アジアの騎馬民族の侵入を防ぐために作ったと。漢のところですね。漢の時代にできた中国と西アジア、地中海を結ぶ道は何ですか？シルクロードと。こんな風に質問と答えを自分で用意して、ね、インプットと同時にアウトプット、これをする練習をしていくと勉強がどん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 身についていきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました、ね、皆さんはどうぞこの動画を参考にして受験勉強夏期講習頑張ってください。ではまたお会いしましょう。さようなら。